アンソニー・ウェスとは、オーストラリア・クイーンズランド州、マリー・ボロー出身のオートバイレーサー。2010年より、ロードレース世界選手権、元2クラスに参戦中。ダートトラックレースの出身であり、ウェットコンディションでのレースに強くザレインマンと、あだなされる。1998年、地元オーストラリア GP の 125cc クラスへの、ワイルドカード参戦で、 世界選手権デビューを果たす。翌1999年には、シェルアドバンスホンダチームから 250cc クラスにフル参戦を開始、2000年にはシリーズランキング6位を記録した。2001年、DC ジーンズレーシングチームから最高峰 500cc クラスにデビューする。参戦した14戦中11戦でポイントを獲得し、シリーズランキングは18位となった。 しかし2002年にはシートを失い、1年間同人生活を送ることになった。2005年、KTM 時代2003年からは 250CC クラスに戻り、2年間イタリアのアブルッツォ、レーシングチームでプライベーター仕様のアプリリアを買った。2003年にはダッチ TT で GP 初優勝を果たし、他にも3回表彰台を獲得する活躍を見せた。 2005年は新たに 250cc クラスに参戦を開始する KTM のワークスチームと契約を結んだがマシンの開発の遅れによってシーズンの大半を欠場する羽目になった。それでも KTM デビュー戦の第8戦イギリス GP ではウェットコンディションの中に表彰台を獲得した。2006年はキーハーボスレーシングチームに移籍し、 再びプライベーター仕様のアプリリアを買った。2007年、編集2007年シーズン序盤は、マッテオーニレーシングで、セミワークス仕様のアプリリア RSW250、LE を買ったが、満足な結果が残せず、シーズン中盤にチームを去ることになった。しかしその後、ウエストはコンペティティブなマシンさえあれば、結果を出せることを証明してみせた。スーパースポーツ世界選手権。 第6戦モンサ、負傷した、ケビン・カーテンの代役として、ヤマハユースフ・アール6を買ったウエストは、初めてのマシン、初めてのサーキットで18番グリッドから3位、表彰台を獲得する。そしてウェットレースとなった第7戦、シルバーストーンで、初優勝。この活躍が認められ、ウエストは6月に、シーズン途中での現役引退を発表した、オリビエ・ジャックの後釜として、 川崎レーシングチームで、忍者 ZXRR を借り、モート GP クラスのシーズン中盤以降を戦うことになった。川崎はヤマハに医薬金を払って、ウエストを獲得した。出場した11戦前線に完走し、最高位は、第11戦アメリカ GP と、第15戦日本 GP での7位だった。ウェットレースとなった日本 GP では、ジャンプスタートを犯し、 ライドスルーペナルティを受けており、もし、ジャンプスタートがなければ、もっと上位を獲得できた可能性が大きく、残念な結果となった。2008年、編集ウエストは2008年シーズンも川崎に残留し、新たに加入したジョン・ホープキンスと共にフルシーズンを戦った。ところがこのシーズンの ZXRR は、戦闘力に欠けており、ウエストは再開近辺の常連となってしまった。 それでも2007年型のフレームに戻した第12戦、チェコ GP では予選6番手からスタートし、ブリジストン勢最上位となる5位でフィニッシュする活躍を見せた。2009年シーズンはモートジッピーでのシートを確保することができなかったため、スーパースポーツ世界選手権に再び参戦。スティッキーホンダチームで CBR600RR を借り、 開幕戦の地元フィリップアイランドでの3位を皮切りに3度表彰台を獲得しシリーズランキング7位の成績を残した。2010年編集2010年シーズンはロードレース世界選手権に復帰を果たした。このシーズンより新たに始まった元にクラスに MZ のシャシーを買って参戦。なお、MZ は現在 元グランプリライダーのマーチン・ウィマーが CEO を務めている。ウエストは全17戦中15戦で完走したものの、ポイント獲得は5レースに止まり、シリーズランキングは23位に終わった。しかし、決勝以外の全てのセッションが雨に見舞われた第17戦、ポルトガル GP では2つのセッションでトップタイムをマークし、レインマスターとしての腕が健在であることを見せつけた。 ドライとなった決勝でも、シーズン自己ベストとなる7位に入賞した。2011年、編集2011年シーズンも MZ に残留、チームは2大体制に規模を拡大し、マックスの生きるヒナーをチームメイトに迎える。ありがとうございます。